寝言をぶっ飛ばせはい、ということで7月です、まもなく梅雨明けの今日、はい、始まりました、寝言をぶっ飛ばせ、はい、この番組は中野でなんと13年続く老舗のお笑いライブ、てっぺんの提供によります出演者がすべて女芸人のエロい逆にどうしましたはい、女芸人による誰かのためのテレビの前のあなたのためのトークライブでございます。はい、続いて多彩な女芸人さんをゲストに迎えまして、普段ブログ、ツイッター、SNS には書いていない番組ならではのトークとか、あと企画とか、いろんなバラエティに富んだ内容でお伝えしたいと思います。放送はニコニコ生放送とショールームの同時生配信となっておりますので、ぜひ見ていらっしゃる方はコメントの書き込みどんどんよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてこちらはですね、中野にあります今何か言ったの、はい、中野におりあります中野 M スタジオから本日お届けしております。こちら公開生放送となっておりますので、お近くにいらっしゃる方今からでも遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日の出演者、じゃあちょっと自己紹介をしていきましょう。はい、はい、私から改めまして、うん、はい、島唄です、よろしくお願いします。はい、サナです、よろしくお願いします。イエイ、サナ、サナレイヤン、あっちゃんです、よろしくお願いします。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん、ラリルリエです、よろしくお願いします。ラリル、ラリル、ブネコです、お願いします。付き合ってたのは9年間、9年目で結婚したんです。
ですよ。で女がさスロットにハマる理由でしょもんね。例えばどういうことです。スロットにハマりました。スロットにハマりました。滝沢カレンさんご本人から公認いただいてモノマネしていますラリルリエと申します。よろしくお願いします。すごい、似てる。で私普段はツイッターとか見てもらえば分かるんですけど、あのハリネズミとトカゲに引き囲まれて暮らしてます。あのねリエちゃん家はね、あの家族が多いんですよ。いろんな家族が、人間以外の家族が。じゃあフリコちゃん行きましょう。はい、あ、じゃあちょっと一ついいですか。お、なんだ、自己紹介だよ、ふでこ。どうした、あれ、はい、そこで行こうか。あれ、あれ、あそこ行っちゃうの、ライティング、はい、待ちだ。ビック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 チックビ。はい、以上、ふでこ。マジでビッグチクビ以外の何もない。おい、はい、おい、おい、今日の全てなんでよろしく。まあまあまあ、ビッグアフレコを語る上にはビッグチクビあってはならない存在。あ、でもこれ、ギャグ見たいって、ね、書いてあるし、さっき見ちゃったんですよ。そう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 。あ、これファンになってるよ。あら、すごい、フォローしてよ。お願い、フォローして。すごくね、すごいね、ゼッ君。親は知ってるの、そのビッグチクビは。親も親族全員してます。親もやってますよ。親もやってるってこと。親はビッグチクビやってないでしょ。親戚の集まり会とかでもやるんですか。あ、それはやんないです。あ、でもみんな私で YouTube に載っけてる動画とかを見てるんで、ビッグチクビやってることは知ってるんです。それはなんて言われるの、その感想とか。見て見ぬふり。あ、なるほど。言わないの、ね、そりゃ親族そうだから、そこでもまあそういう空気になる。親族がそうなんだから。 Twitter も全部監視されてて。すごいね。でもいいよ、皆さんも。ただ私はこの画面でこれをやってほしくて呼びましたから。だから責任を感じてます。はい、ありがとうございます。はい、ということでフレコちゃんです。よろしくお願いします。次、はい、あげます。じゃあ桜子さんいきましょう。はい、現役女子高生芸人有本桜子です。おすごい、いいな、いいな。はい、私は鳥と犬を飼っていて、うん、お母さんが占い師で、うん、お父さんが坊主のデブです。どこにでもいそうだけど、そこだけ役職じゃない。家族紹介したけど。家族紹介。お願いします。桜子ちゃんヤフーニュースになってでしょ。え、いや、じゃ、黙って、黙って出たでしょ。違うんです。なんかギャオ の、 あのネット番組、うん、あ、これあれか、ちょっと、まあ、言っちゃいけないんですよ。いや、もうその芸人さんがちょっとそれ今謹慎中なんであれなんですけど、ちょっといろいろ食べるんだ。なるほどね。ゲストとして呼ばれて、その日になんかギャオの記事にしていただくみたいな感じで、やっていただいたのがなんかヤフーニュースに載ったらしくて、タイトルがすごいんですよ。え、なんですか。女子高生じゃなくなったらただの女体です。出た、女体。これ桜子ちゃんが言ったの。はい、いや、もう私なんて女子高生なくなったら女体なんでって言ったら、それがタイトルになった。すごーい、びっくりした。あれ、これはこのタイトルでいいのかなってちょっとドキドキした。確かに確かに確かに、そうそう、びっくりしちゃう。まだ女子高生なんで、はいはい、ってことで、ぜひね、あの番組が終わってからネット見てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。今一回返します。どういうことだ。どういうことだ。どういうこと。逆に返しちゃった。もうただの女ってだけです。もう伝わるところがない。はい、そんなことないよ。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。創設期 JD になんだろ。おならないんです。行かないの。大学行かないんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次行きましょう。行きましょうか。ビクターミュージックアーツから参りました、ビクターミュージックアーツの鍛えの星、石田です。片間です。みんな嫌だっちゃ。ラムズです。お願いします。これこれこれ
絶望の方向性だ。大丈夫、お願いしますね。はい、春かということで、今日はあの非常に賑やかなメンバーとなっておりますので、はいはい、ぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いしま す。ということで、じゃあね、早速なんですが、私たち一応じゃないですよ、本当に芸人じゃないですか、うん、まあ、一応ね、芸人といえばネタではございませんかということで、はい、ここからはネタのコーナー。いやまだ大丈夫、まだネタバレ、まだバレてない。ということで、あのね、言い出しっぺの私からいきたいと思います。言い出しっぺがいつもやっぱりこれさ、いつもさ、準備とかしててネタの練習する時間もなくてすごい怖いんで、うん、よろしくお願いします。始めるだ、まあ、いいや、お引き出すって。私、青い組が組長が妻、押島と申します。この度、いろんな事情においてうちの脇絵も食べさすためにお笑いの世界で一攫千金、恥ずかしながらカメラの前に出てまいりやした。ここはお一つ笑っておくんだ、もしごめんなさい。よかった。私、あの現役組長が妻、いわゆる極妻をやらせてもらってます。よろしくお願いいたします。いや、しかしね、我々のライブってね、あのこういう番組でも男前の客班が多いんですわ、うん、でちょっとこちらからね、男前班もいらっしゃいまし、男前班お一人飛ばさせてもらって、深い意味ありませんね。流星界の文化へ。ワッキーの冗談やから出てきたらあかんや。すんまへんな、うちの若いのが姉さん心配や言うて、そのカメラの端っこの方で見とるんやけども、すぐに頭に血登って飛び出してこようとするんでね、本当にご迷惑おかけしまへんようにしますんです。いや、しかしなんです、その、あの我々の世界っていうのも派閥いうのがありませんやってんな。あの、何でしたっけ、一番大きいのがあの太田組の竜兵会言うらしいです。いつかね、その会長さん、あの上島竜兵さんにもちょっとお会いしてみたいと思うんですよ。挨拶はね、ちゃんとしなあかんので。お引き出すって。彼のクルリンパ脇の今のワテが勝手に滑ったんや。死ぬこと以外かすり傷やで。はい、やってますけどもね。まあ、せっかくなんでね、皆さんにここは画面の向こうの皆さんとうちのタイマン勝負いうことでギャグでもやらせてもらいましょうか。隣の組長さん家に新しい塀ができたらしいな。へー、なんや、むしろより高い塀らしいで。へー、いや、その高い違うわ。顔芸だよ。顔芸。おもちゃのチャカチャカチャカ。おもちゃのチャカチャカチャカ。おもちゃのチャカ。おもちゃのチャカチャカチャカ。負けろ。今日は手の乾杯やな。出直すね。お客さん、コメントにたくさん丸つけてもらうのはええんですけど。マレボを読んだらあきまへんえ。どうもありがとうございます。面白い。あの、最近ずっとね、ダミさんしかやってなかったんでね、ちょっとね、こういうネタもめちゃくちゃ面白かった。いや、もう顔芸じゃないですか。顔芸してました。顔芸ですよ。はい、本当に失礼いたしました。本当に。じゃあ次私行きましょう。はい、それじゃあ、よろしくお願いします。どうも、私ちょっと下の方を取っていただきまして、よろしくお願いします。おお、タップダンサーイエーイ。ショートコント、スーパーでプリンを買ってとダダをこねる子供からの座頭市。お母さん、お母さん、プリン買ってよ。ダメ、晩ご飯食べられなくなるでしょ。やだ、プリン、プリン、プリン。母ちゃん買ってくれよ。あの、最後ザトイチではなくたけしさん。正真正銘の。正真正銘の。
ついて肩回しましたっけ。いや、ずっと肩は回しますよ。回しますあ、はい、そうですね、はい、ちょっとあのカンペであのごちゃごちゃ言うのやめてもらってカンペごちゃごちゃ言うのなし今日は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、あっちゃん。そうなんですね。あっちゃんは、本来白熊津っていうその旦那さんとコントをやってるので、えってことは今日旦那さんがなんと来ません来ません来ません。なんと来ないので、あっちゃんには一発ギャグをやってもらいます。あ、痛い。あのあっちゃんは普段そういうことをやるキャラクターではないので、多分カメラの前で一発ギャグやるのほっ頑張って。あっちゃん頑張って。頑張ります。はい、じゃあ、あっちゃんの本邦初公開一発ギャグです。どうぞ。子供が嫌がるギャグ。ねんねんコロリよおこーろこ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 ろバイバーイ。すごい、おい、ほんま、ほんま、タタ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 
願いします。一発ギャグします。カマキリの先端は緑色で全身緑色、全身緑色。癒しギャグ。ボンキュボンキュボン。みたらし団子あげる。はい。一週間ギャグ。月火水木金土日直飛ばん。やだやだ週末授業。ラストギャグ。ビック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 。ありがとうございました。なんですけど、うん、前ネタネタが本当に今のが全部ビッグチクビしか出てこないっていうのがあったんですよ。じゃあ今日普通にギャグ出てきたからびっくりしちゃった全身緑、全身緑じゃない。でもね、風間ちゃんが面白いって言ったら面白い。すごいすごい、すごい、はい、嬉しい。あとでギャグオークションしましょう。ギャグオークション何ギャグオークション売るんですか。買う、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 買う。映像付きなのにまあまあ黙るのいいな。映像付きとはいえ生放送で結構黙るなっていう、できないよね、普通できない。すごい間を使うとやつね。では続きまして、若い女が出てきた。はい、大丈夫ですか。ボタン姫、はい、じゃあ行きましょう。有本さくらこちゃんです、どうぞ。これ声聞こえてますか、ね、聞こえてるよ。大丈夫だよ。お願いします。先輩ご卒業おめでとうございます。私先輩のことずっと大好きで、だからこのまま終わらせたくないんです。遠くからしか見ることできなかったから、だから私と連絡取り合ったり一緒にご飯に行ったりしていただけませんか。どうしよう、近くで見たらそうでもなかった。ごめんなさい先輩、突然の発表になってしまうんですけど、いや確かに大好きでした。確かに先輩のことは大好きでした。先輩への気持ちはタピオカドリンク店の都内出店率止まりませんでした。でも今はもうその気持ちは電話の時のお母さんの声のトーン変わってしまったんです。だから言ってるじゃないですか、私の今のこの気持ちは有村架純のお姉ちゃん変わってしまったんです。先輩、遠くから見た先輩は綺麗でした。でも近づいたらこんなに儚いものなんですね。恋なんて男なんて綺麗。シャボン玉。綺麗。どうもありがとうございます。最後なんか おしゃれな吉本新喜劇で。ただその最初先輩ってこう今回始まるときに目の前のお客さんがもう普通におじさんなんだけど、なんか気まずそうでカンペを持ってんだけど、そこに書かれてたのが全てがリセットされるみたいな。どういう世界か。何さくらこの年代、その男はシャボン玉ってわかんの。ねえ、モームスが歌ってるの。あー、シャボン玉って、あ、っていうか私はそういうアイドルが好きなんで、モームスで。あー、そっちに。シャボン玉、ね、シャボン玉。私はもうおじさんだから吉本新喜劇の島田珠代さんの男なんてシャボン玉って。私もそっちだった。ちょっとごめんなさい、なんかゆえゆえって言うから言うんだけど、バスルームから愛を込めて山下久美子わかんない。そうなの、もともとあのどこかの出店かを言い争うのじゃね。そう、
わかんないもう言わないでください。ごめんなさい、そっちの方が良かったです。ということで、桜子ちゃんでした。すごい、すごい、すごいわ。ラムズやります。見たい。なんか一発ギャグ続いてたからちゃんと、ね、ちょっとね、まさかね、一発ギャグこんなちゃんとコントをやるの恥ずかしかったんですけど、うちらはすみません、申し訳ないですけど、ちょっとギャガーじゃないものでして、はいはい、まあ、正統派コントをやるっていうといいますか、シャーベルもあるしね、はい、コントやりますね、はい、ね、まずちょっと、はい、準備失礼します。準備失礼します。はい。ありますね、はい、ぜひ私はこのスポーツをやってましたというのがある人、
はい、あります。お、はい、じゃあちょっと現役まず聞いてみようかな。はい、現役まずはそうだもんね。有村さからです。あの、はい、私あ高校ではあのマネージャーをやってたんでスポーツはやってなかったんですけど、そうなんだ。中学の時にバドミントン部でキャプテンをやってました。おお、確かにバドミントンめちゃくちゃバドンっぽくないですか。うん、いやキャプテンバレー部っぽい。私の学校バレー部全国大会で1位だったんで中学入れなかったんですよ。それ大丈夫、学校バレない大丈夫。ああそ中学よし、一回クリアにした。でもバドミントン本当になんかイエーイに見えると思うんですけど、うん、めちゃくちゃしんどいんですよ。うん、しんどそう。でもバカにされやすいんでもう二度とやりません。なんで、だってバカにされるの嫌だからやらない。もうめっちゃきつい練習やったのに、うん、でもバドミントンでしょみたいな。いや私もバドミントンだったんですっごいわかる。だから小串さんが出てきた時にバドミントンが一気にバンって華やいで、うんうんうん、多分バドミントン界みんな今の卓球みたいな感じ。今卓球も昔の卓球も、ね、卓球は分かります。今花形じゃないですか、うんうんうん、もう一回浮上してほしいですね、バドミントン、はい、そしたら言うでしょ。キャプテンです。なるほど、キャプテンすごいね。でもあの同級生3人しかいなかったです。プチ情報。全部員は全部員は10人くらいです。あ、まあ、でも試合出れるし別にいいよいいよ。そうなんです。3人のうち1人が途中から入った子で自然的に候補から外れて、うん、もう1人が結構ヒステリックな子で、うん、コーチとかに注意されるとすぐラケットぶん投げて逃げちゃう子でキャプテンです。なるほど、間違いない。じゃあ他はみんな何のを、じゃあちょっと年の近い順で藤子ちゃん行こうかな。はい、私は実はこんな格好してますけど、水泳やってました。わー、水泳こんな格好しましたか。水泳一番好きなのがあの後ろのやつ、背泳ぎ。いやいや、本当に背泳ぎであの背泳ぎをちょっといい女ぶりますけど、あの背泳ぎを目をつぶりながらどこまでも行くっていうのが、背泳ぎしてどこまでも行くっていうのになんか酔いしれてたんですよ、うんうん、壁つきません。壁なんかその長いところすごいでっかいプールとかで着くまでなんかすごい感じでやって、それに酔いしれてた。アジカンの曲は頭に浮かびながら。なんでもいいだろ曲。なんでもいいだろ。聞きたいんだけどさ、私あの潜水がすごい得意で、50メートルできるの。すごい。昔からそうなんだけど、すごい得意なんだけど潜るの得意で、このさどうやって息をするのが一番潜れるの？私はなんか。ちょっとあと胃に溜めてくっていうか肺に溜めてくっていうか全部にこの空気を入れるやってんのよ。 50m 行くときはあのめっちゃ我慢するんじゃないですか。どういうこと？最初の方めちゃくちゃ呼吸をまずそもそも我慢して、うん、少しずつプッて出してまた我慢してプッて出してなんかそのなんていうの、プっていうのはあの痰出してるんですか？ペッ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 。だから50メートルぐらいならもう我慢ってことなんじゃない？50メートル我慢できない。根性論。限界を超えないというか。あ、でも本当なんちゃらスイムみたいなことでしょ。何キロも何キロも泳ぎたいのを潜って。行き過ぎない。じゃあちょっと後で待って。プロ。なかなか結論出ないと思うんだ。プロではない。じゃあ他は。他私このスポーツ、あ、じゃあ石田ちゃん。じゃあ私数が多くて、はい、私高校はソフトボール、中学はソフトテニス、小学校が陸上、バレー、新体操。すごいですね。でそれがなんでかっていうと、で小学校の頃めちゃくちゃ田舎で愛知県の、はいはい、1クラス20何人しかいなくて6年間クラス一緒ぐらいの、でもう本当全校生徒も200人いないぐらいの田舎の学校だったから、小学校4年生以上が部活動に強制的に入れられて、そのシーズンの部活にみんな入れさせられる。夏だったら全員水泳部、秋だったら全員陸上部、冬だったら男の子はサッカー、女の子はバレーみたいな。部活なのそれ？部活、一応ちゃんと大会にも出るし、表彰もされたこともあるし、だから強制的に全部やらされてる。全部やらされる。いいですね。新体操？新体操やってたやつ。冬やって冬って。こうボールを持って、タン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 ってやってたよ。新体操ですか？ボール運動だよ今。こういうのとかの新体操ってこの服みたいな。そうそう。だからそれをやってたよ、ダンス。今さ新体操やっててこうやってやってそうだよってで、タンタンタン。
なんか違うやつだ。ボールみたいなのあるじゃん。ボールとそのフラ、あの紐、リボンがあって、そのボールの方だから。だからボールも、ボールもこう、こうやってなんかこうやって、こうやってやってた。石田さんは、石田さんがボールって言ったら、なんか鉄球持ってるみたいな。一応分かれてて、体操もある、体操も機械体操とかもあって、それって体育の授業じゃなくてもう部活動で、部活なんだ、ちょっと田舎だからまた違うんだ、違う、言えないです、それちょっと都会の人はそうだね、衝撃、衝撃です本当に。じゃあちょっと次のテーマいきましょうか。はい、じゃあこれあの芸人さんなんでこのテーマでいきましょうかね、うん、ネタで滑ってへこんだ時どう気分転換しますか。あ、もうすでに心が痛い、もうすでに心が痛い、もうこれは日常三時、日常急に暗くなっちゃったどんよりしちゃった、みんな思い出しちゃった、思い出しちゃった、今の思い出、ちょっともう一回あれ見させてもらって、もう一回そんな便利なもの、じゃあ新体操いきますね、ボール持ってます、チャン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 、こいつやってないですわ、ね、さっきまでタンタンタンって今チャンチャンこんな一緒に変わるわけない、こんな一緒に変わるわけない、いや間違ってもやってないですよ、嘘です、今考えました、ね、ラムズはさ、なんかネタで今滑るっていうか、なんかうまくいかなくてもなんか楽しそうだよね、こういうのもあるから、いや、そう、じゃあ私いいですか、うん、滑った時は必ずあの後輩と仲いい人に LINE をします、例えば石田さんも私が LINE して今日私面白くなかったって、いや面白かったよって、本当に本当に思ってる、絶対面白いよ私みたいなことずっとヒステリックに言って、怖い怖い、で、いや風間さんは本当に世界で2番目に面白い女芸人ですって言うから、じゃあ1番誰だって言ったら Y ですってY だって、Y ですって、じゃあ1番と2番の訓練だったら売れるなって言って、すごいすごい、私は案外もうその滑ったりとか間違えたりしても、もうそのライブ会場まで、もう帰る頃にはもう忘れる、だって私は後ろ振り返らないタイプだから、じゃあ次ちゃんとすればいい、もう終わったことなんだからしょうがないと思って、もうすごい昨日かっこいいなって、昨日かっこいいなと思ったのが、事務所ライブがあって、事務所ライブで新ネタ下ろしたんですよ、だからそれで新ネタ下ろして、私がすごいセリフ噛んじゃったりとか間違えて、石田さんに本当ごめんみたいな、間違えてごめんって言ったら、大丈夫だよって言うから、本当間違えて分かったでしょって言ったら、全然分かんなかったし、私ネタやってる間なんでここにいるか分かんなかったかっこいいわ、なんか思い出してたからよかったと思って、かっこいいの話になる、記憶を喪失するぐらい緊張してたし、だからよかったと思って、ね、上には上がいたみたいな、めちゃくちゃだね、だからもう気にしちゃってしょうがないって、いやだって私はここにいることさえ分かんないんだよ、私はもうすっごいシクシクするんですよ、もうね、もう3ヶ月ぐらいずっとシクシクしてる、でもう涙が出てきちゃって、だから熱いシャワー浴びる、熱いシャワーで、かっこいい、私は泣いてないってこう涙をシャワーで流すか、あと去年ザ・ W をやっぱり1回戦で落ちたんですね、はいはい、その時はそのザ・ W の、 あの予選1回戦の日が、あら大嵐の日だったんですよ、うん、あそう台風かな、台風ちょっとだけで大嵐の日で、で落ちて翌日が、まあ、嵐が過ぎ去った後なんですけど、その私その時ちょい乗りっていう、あのこうミニスクーターみたいなのを乗ってたので、それで世田谷に住んでるんですけど、世田谷から江ノ島までその40キロ40キロしか出ないミニスカイでブーってこうでずっとこう無表情でこうやってずっとで、あの大荒れの江ノ島の海のこう水しびきパサッて浴びて、また涙流す、冷たい水飲んでるんだ、冷たい水飲んでるし、あっちしょもドラマ化、ドラマ化してほしい、なんかありえる、温水行
体力みたいなのが熱いの浴びてるすげえ別にババアだからってことじゃない結婚よくしよう結婚よくしよう と, もうとにかく泣くのさえも悔しいから泣くのも泣かないとしょうがないんだけどちょっとこの涙はもうさっそうとこう流したいっていうところが帰りかった帰り大変ですよね帰り10キロ行っていやもうだからそれでなんでまたこういう旅したのなんでここにいるんだろうなんでここにいるんだろうなんでここにいるんだろうってことでしょよくありますよそこ2人どうなんですかなんかありますしなんかねすごい今私ユニットでかずみさんとユニット組んでるんですけど、うんうん、すごいかずみさんは滑った滑ったって言うけどでも私はなんか結構覚えてないんですよ緊張しちゃってあ、でも覚えてる分かる覚えてなくてえ、滑ってましたっていや滑ってたよってやっぱ男の人って神経質なんですねだったり置いてきた男の人神経質あっちゃん旦那さんそうなのうちはそうですでも全部私のせいですちょっとあの大丈夫これ赤いの残るよ、はい、でも私が大体失敗するんでそれしょうがないんですけど、はい、でも何が悪かったんだろうって私は結構聞くんですよ、うん、でももうすごいなんか私たち夫婦なんで家に帰ってもずっと一緒じゃないですかもう地獄ですもう本当に市役所行こうかと思いますぐらい本当に嫌ですね呼ぼう呼ぼう旦那ダメだよそれよ呼ぼう呼ぼうよ一人の旅したらコンビなんだから石田さんと飲んでほしいですすごい嬉しかった、ね、今こうやって叱られてほしいって打たれてほしいってことはなんか白くまずがちょっと危ないってなったら石田ちゃんいいですかまとめてきてもいや赤鬼青鬼ぐらい鬼大臣鬼大臣鬼が鬼大臣そしたら旦那さんにあっちゃんは3番目に面白いからあ、すいません1と2がいるから3番目に面白い売れますねいやその前に一番面白いって言ってこと恥じって普通に言うからさ人前でもワイワイが一番おもろいやっていうのいいことワイじゃあ次のテーマいきましょうか、はいはい、次のテーマは思い出したくない夏の思い出あ なんで思い出させるんだよなんでだよなんでだよもうほらね本当にもう梅雨明けですから、うん、どこ行くのどこ行くの思い出したくないから来た行きたくないのかやっぱ夏本番来ますけど毎年あまたこの時期が来たみたいなよぎってしまう時期わかるわかるめっちゃわかるめっちゃよぎってしまう時期おふゆこちゃんあります私結構声え何でもない私ねネタであんなことやってるけど結構家だとあの暗い部屋にずっとこうっていうタイプなんですよでしょうねでしょうねバレてバレてちょっと出ちゃってバレてツイッターとかにもよく一人で飲んでるとかそんな感じするもんちょっとあのタイトルだけお題ちょっと戻るけどあのさっきのお題でちょっと今考えてたんですけど、はいはい、あの滑った時は私大体一人酒飲むんですよそうなんだ一人酒ばっか飲ん で飲み放題行って梅酒ロックとウイスキーをこう半々でいつもこうこうやって飲んでっていうことをやってるぐらいの人間なんですけど、うん、夏になると余計にその8月とか特にその暑い日は暑さでイライラするに、はいうん、プラス一人とかだとその暑さを共有する人がいないからなんかイライラと悲しみがこう混合してどうしちゃったの本当にやばいですねあの新生かまってちゃんっていうバンドがいて、うんはい、あの結構それねあの、まあ、ロックンロールが鳴りやまないとかかっこいい曲もあるけど、うん、だいたいそのなんかみたいなその自分の感情を吐き出すような結構残酷なこととかそういうことを言ってるんですけどその曲を超大音量で聴くんですよでちょっと本当にちょっと放送禁止かなあのなんかもうさよならみたいなその悪い今優しく言うさよならみたいな悪い暴言みたいなのが曲に入ってる曲とかをもう大音量で聞いてうんうんうんってなるほどねもうそういう感じです夏は大体でゆかちゃんがめちゃくちゃいいこと言ってくれてるのかな
歯あります。コメントにただちょっと先に多分みんな気になると思うから先に言っておきますけど、私小5の時にあの歯折ってるんですよ。なんかあの坂道をね、これね、こっちか、こっちね、ちょっと歯汚いからちょっとあんまし見せられない、タバコで汚いからタバコで汚い、タバコでごめんなさい、タバコで汚いからあんまし見せられないね、タバコで汚いからあんまし目あり、目もあるんですよ、目もあるんで、あの一応同じ人間なの、ごめんね、一応同じ人間だから同じもんついてるんだけど、もう聞かないで、もう聞かないで、もう聞かないで、もうやめて、そうだけどちょっと何何伊藤雅子、違う、アップにしちゃダメだった、ふでこだよ、ふでこだからね、面白い、あ、でもね、喋ってる時ごめんね、インスタではもっと漏れてる写真ばるかみたいな、絶対あのふでこは暗いということで、大丈夫だ、暗い人暗い人で明るい人、うん、今のところそんな感じになってるけど、うん、ちょっと明るい人欲しい、夏の、夏のね、あのね、思い出したくない暗い話を楽しくできる人みたいな、まだ17回しかないんで、夏が、近いよ、どうせ悲しい高校生活過ごしてたんでしょ、いやそうかも、ずっとしてない、ね、じゃあそんなこと言ったら私なんてすっげー暑がりだから40回ぐらい夏あるけど全部だから必ずしも年齢の数とは限んねえから冬以外全部夏だから全部はなるほど、そうなんだね、哲学ですね、いやでも確かに、だって別にさ生まれてすぐの夏はカウントしないわけだから、確かに、あ、そうか、物心ついてからの夏ってまだそんなないんだね、3回ぐらいじゃないですか、でも夏の悲しいことはない、3回ではない、いや夏の悲しいことって言ったらもうなんか申し込んだプールに、うん、あのお母さんが忘れてて行けなかったことくらいです、いやー、あー、ね、なるほど、うるせえうるせえおーうるせえ魔界で押し上がってプールなんか行くな急いでプールなんか急いでよ急いで怖い怖い、なんだろう、すごいね、すごいですね、いやなんか昔私夏で本当にこれガチであんまり思い出したくないのが、うんうん、なんかそれこそプールにみんなで行こうみたいになって、うん、でも急に決まったし水着をスクール水着しか持ってないけど、うん、みんな可愛いの持ってるからさすがにスクール水着は嫌だなと思って、うん、どうしようと思ったら親がお母さんの貸してあげるから持ってきなさいって言ったら普通の水着持ってるワンピースタイプの、うん、でやったと思って借りて行ってみたら、うん、すごいハイレグのなんか色はおとなしいけどなんかキラキラしたハイレグのなんか昔ながらのデザインのやつでちゃんと見なかった私も悪い、チェックしなかった私も悪い、でも高校1年生ハイレグちょっと着れないどうしようって、え水着忘れたのみたいになって、いや持ってきたんだけどあれどうしようみたいになって結局なんかいろいろ理由つけて結局プールで行かなかったで、その後に目でお風呂行こうとか言ったら露天風呂があって水着着用で入れるよみんなわったわってなって、で私はまた水着をもう過ぎ去ったと思ったもんとか戻ってきたの、うん、裸の方がいいもんね、裸の方がいいと思ってえでもどっちでもよかったの、水着着用しても OK ですよ、で周り見たら誰もいない、まあ行けるかって私裸でいいやってタオルで隠して入ったの、でみんなキャッキャッと女の子ばかりキャッキャッてってたら、まあそういう時に限って人って来るんだね、なんか団体来ちゃって男も男も、でもプールはしたけど高校1年生でハイレグを嫌だと思ったら結局全裸になるっていやまあでも分かんないこともないかも、なんでずっと腹出してんすか
なんかちょっとバカみたいなんで切るの。バカみたいバカみたいバカみたいバカじゃないはい。綺麗お願い事ね。綺麗なお願いじゃないか。流れもちょっと可愛すぎるかな。あどうぞ、かなちゃん。はい。J リーガーと付き合いたい。いやゴリゴリだ。ちょっと待って。まだその願い捨ててなかった。しかも J リーガーっていうのがね。元相方。誰と結婚した？相方は J リーガーではないけど F リーガーって言ってフットサル選手。多分あのねもうね見てる方覚えてらっしゃる方はいると思うんですけど、もともと相方不在さんっていう伝説の伝説なの？私の中で伝説なの。こんなに可愛い二人がこんなしっかりした漫才するんだっていう衝撃を覚えた。そのめちゃくちゃ可愛かったモーミさんっていう子が急にドイツに行かれたんだよね。そうです、スペインにそのフット旦那さんがフットサル選手なんですけど、まあ、スペインでプレーをするからっていうんで、じゃあ私も結婚してついてくねっつってパーンって行っちゃったって解散したの。すごいですね。また相方不在になっちゃった笑ってるの。逆にトラウマだと思ったサッカートラウマレベルだと思ったら違うの。あのね、5年ぐらい前かな、うん、これが私の最後の恋なんですけど、J2 の選手とね、うん、デートしたことがあるの。で、うん、5回デートしたんですよ。っていうのもその紹介もその合コンとかさ汚らしいのじゃなくて、もう本当にいいじゃん。ラジオ局の社員の人がちょっとサナちゃんにいい案件があるっつって、でちょっと知り合いで J2 の選手がいるんだけど、まあ彼女と別れたばっかりで彼女欲しいで、でき可愛い子が好きだっつって。つったらもう私しかいないでさ私でございます。すげー可愛いもん。もう好きー。すげー可愛い。すげー。サナさん本当に写真より綺麗だからね。売れるよ。売れよ。今日明日だよもう。売れる。なんか桃みたい。桃。桃？それわかんない。でそれで紹介されて J2 のね、で1回目こう仰せを交わしたら向こうが、うん、すいません LINE 交換してもらっていいですか、いやいいですよっつって、そこからもうガッチャンコが始まるわけ。ガッチャンコするの。ガッチャンコするの。つながりができる。試合開始です。試合あの綺麗なあの放送をお届けしたいですから。家の方準備したいんですよ。おすごい。すげーな。でそっから3回ぐらいこうデートして、で向こうからそのデートの終わりに次のスケジュールいつ空いてるみたいな。でもまた聞かれちゃったまた聞かれちゃったでなってたら4回目のデートぐらいから私それが なかったの。おあの次のデートいつですかってのがなくて、あれ今日はちょっと恥ずかしくなっちゃったもんそれで私からもたまには連絡してあげるかと思って、次いつ空いてますかって言って、で私がこう3日間ぐらいこの人この人この日どうですかって言ったら、あちょっとこの人この人この日は難しいですって、じゃあこの人この人この日どうですかって言ったら、あちょっとこの人この人この日も悪いですって言ったら、そのねちょっとラリーが続いて、私結局ね半月分ぐらい自分のスケジュール渡してめっちゃ暇じゃん。スケジュールだったからそれで半月分出してやっと、もう向こうが根負けした感じで、じゃあこの日でっつって、でもその OK された日もちょっとこのあとなんか美容院の予約入れちゃってるから、2時間しか会えないって言われて、でそれも変だなと思ったんだけど、まあ今忙しいんだろうなと思って会ったんだけど、もう全然なんかうんともすんともしなくて、で5回目のデートをなんとかまたその半月分のスケジュール出して、でまたなんとか何度かバイトじゃんもん。シフトシフトシフトだね。私全部出勤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 向こうは NG 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 で5回目のデートでもうこれはもう行くしかないと思って、うん、すいません好きになっちゃったんですけどって、うん、あの恵比寿のね駅の改札前でこうやってもじもじしながら、そう告白したら、うん、すいませんそういうつもりじゃありませんって言って、でもその時デートって言ってたんですよね。デートって言ってくれたの3回目まではね。何で急に私3回目何かしたのかな。なんかちょっと思い当たるのは、はい、その J2 なんだけど彼は、うんベンチなのね。ベンチだったの。そこで、その試合とかも見に行っ
行かせてもらってて、チケットを取って行かせてもらってたんだけど、そのずっと彼があのベンチ際でこうアップしてるのをこうずっとあっち見るわけ、こうやってアップしてるなっつって、で前半アップして終わって、でまた後半始まって、また後半もこうアップしてるわけで、あそろそろ監督に呼ばれてなんか行くかなと思ったらピピって笛の後終わったりとかして、でさすがにそれ見に行かせてもらってるのにちょっとこれきついなと思って、はい、もうここは芸人パワーで行こうと思って、今日のアップ最高でした。ダメだ。ダメだ。ダメだよ。ダメだよ。今のが家の会話だよ。はい。家の会話だよ。レッドよ。それはレッド。一発レッド。これはレッドだった。ダメだ。ということで以上トークコーナーです。で特攻の締め事になると思わなかったので、私の携帯がまさかのキルト赤だった奇跡を。素晴らしいですね。はい、ということで、はい、トークが終わりましたので、ここからは企画のコーナー。イエーイ。毎回ね、いろんな企画にみんなでちょっと挑戦していってるので、今日はこちらのコーナーを用意しました。最初の企画はこちらです。見たんだから書けるでしょ。はい、はい、覚えね、覚えね。この企画はまず初めにお題の絵、イラストですね、を20秒見ていただきます、はい、20秒見てもらって覚えてください、はいはい、その後にみんなで頭の中にあるものを模写していただきます、はいはいはい、覚えてくださいね。で、絵を描く時間は2分間です、うん、ということで、で描いた絵は視聴者の方と今会場にいらっしゃる、観客の皆さんの判断で一番、うんうん、まあこう言い方するとあれですけど、うん、下手くそな人が罰ゲームだ。いやーやだ、そんな下手なんですか、言わないで。では記憶力と再現力、絵心、確かに全部いろいろ必要ですよね。はい、で、ごめんなさい、ホワイトボード、ホワイトボード消すんでしたっけ。私眺めたら新しいのあります。新しいやつありますか。はいはいはい、新しいのもあります。はいはい、お配りします。で、であの皆さんもぜひ絵が出ますので、こんな絵だなって覚えておいてください。 ありますか。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。消します。はい、どうぞどうぞ。あ、ごめんね、大丈夫、消さなくても。あ、消さなくて大丈夫でした。あるよあるよ、消しちゃいました。あ、大丈夫です。皆さんありますか。はいはい、はい、はい、ではお題の絵を今から20秒間見ていきたいと思います。お題の絵出ますかね。いきましょう。はい、ではお題の絵はこちらです。これですか。まだ出てない。これですか。まだ出てない。あ、来た。うわー、難しい。まず何だっけ。どうやったらいいの。未来とは。もう始まってますか。もう始まって、20分始まってます。未来とは。うわ、これ難しいね。全然難しい。未来とは。全然難しいよ。未来とは。未来とは。丸にしてよ。あー、まあね、でもそうだね、この時期はそうだよね。未来とは。あー、なるほど、まあ、オリンピックの方のですね。オリンピックの、はい、オリンピックの方だね。未来とは。これあのロゴを正確に書いた人が一番です。わー、むずー、これ難しい。そろそろに勝つかないと。あ、これ全部書けるわ、全然。あ、本当。あ、終わりました。消えた、はい、待って、覚えとこう。じゃあいいですね、はい、行きましょうか。あ、ごめん、書いてた。では今から2分間スタートでーす。だんだんこれみんな無口になっちゃうからね、気をつけましょうね。いや、これは全然描けるわ。あ、ほんと？まあ、もうどんなポーズしても。あ、やばい、私は描かんのかな。あ、やばい、消すのがない。もう忘れた。消すのがない、消すのがない。いや、もうね、私も忘れた。消すのがない、これすごい難しいですね。やめだ。待って、島さん青なんだけど、ペン。え、じゃあ黒なかったら許して。うん、別に合わせに行ったわけじゃないから。あ、もうね、やばいやばい、私も忘れた、私も忘れちゃった。これ間に合わない、間に合わない、これ。え、もうですか、もう終わりですか。まだね、あとね、1分半ありますので。めちゃくちゃ長い。あ、しかもなんかあれだな。ちょっと待って、これむずいな。これさ、ちょっと大きさ間違えて、足までかけない。わかる、足までかけないの、めっちゃわかります、めっちゃわかる。あれ、目ってなんだっけ。うわ、ちょっと前が、あれ、なんかピカチュウみたいな。これほら、みんなテレビだからね、ちゃんと、はい、たまにカメラ目線してください、ね。このミライトワくんの相方知ってます、名前。全然ペンが使わないな、今。相方、これじゃあ桜なんちゃらちゃん、パラリンピックの、そうそうそう、あれ可愛いんですよ。わー、体ってスカイツリーとかにね、売ってるんでね、グッズとか使ったら皆さん買ってください。かけなくなっちゃった。お台場とかにも売ってるんで、よかったら、はい、よろしくお願いします。え、すごい。2020年もね、もうすぐなんでね、はい、皆さんもぜひ応援しましょうね。
オリンピックのそのキャラクター、はいはい、東京の2020年の、うん、であれでなんか名前を募集してるみたいなあったじゃないですか、で私それを、うん、募集私途中応募したんですよ、うん、はいはい、それだからニオニオっていう名前にしました。ニオ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 、あ、2022、あ、なるほど、あ、すごいいいじゃん。そしたら落ちました。そうだよ、だって採用されてないもん。はい、私もこれでいいや。なんか、あ、ニオニオめちゃめちゃいいじゃん。結構可愛いのに。わかんないです。あと10秒です。9、8、時間ってもわかんないですね。5、4、3、2、1、0。いやー、ということで、はい、え、口ありましたっけ。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん一斉に、もう一回じゃダメですからね。一斉にいきますよ。いいですね、はい、いきましょう。せーの、ドン。おー、気持ち悪いのがいるぞ。え、石田さん、え、石田さん、うまい。これ私も甘くない？もうそうだ。これ、これとこれは OK ですよ。うまっ、うまっ、めっちゃうまい。目が、目がこれ合ってる、目が。目合ってるでしょ。あ、そう、目そんな感じのイメージ。じゃあちょっと私と石田ちゃんをまず行きましょうか。目と、すっごい、多分これ似てるから。めちゃくちゃ合ってる。ロゴ忘れちゃった。え、これ青だからですか？うまくかけて。青じゃなかったです。青だって、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 やっぱ青だとうまくかけられないか。これ青のことだよ。だってこいつペン変えてますよ、青に。ほら、ほら、つかなかったから、黒が。はい、ということで、私と石田ちゃんはもうやばい、もう寝るよ。じゃあちょっと誰からいこう。あ、まあ、リエちゃんが近いのかな、次。ちょっとリエちゃんの図しまっていいですか。あ、でもちょっと気持ち悪いけど似てますね。リエちゃんもっともっと、なんかニキビできてるけど、おでこに。でもなんか書きたいことは分かる、分かる、分かる。オリンピックのマーク、なんか出てる子みたいな。まあ、リエちゃんも OK でいいでしょうかね。リエちゃん OK でいいですか。いいですか。リエちゃん、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 次、フネコ、フネコちゃん。フネコちゃんも、まあ、書きたいことは分かる。まあ、目の位置がちょっとずれてる。目の位置がなんか分かんなくなっちゃった。仮面みたいだったなと思って。下半身で。おしゃれですね。そう、こんな感じだったと思って。これはこれででも良くないですか。そう、可愛い、可愛い。これはこれで、新しい。お弁当が倒れちゃったみたいなこと。揺れちゃって、こう、寄っちゃって。寄っちゃって、寄っちゃって。ガラガラがね。一番ボヤがちょっとね。え、欲しい。変えちゃえば、公式変えちゃえばいいんですよ。口可愛い、口。口可愛いよね。次、みんな、あっちゃん。行きます？行きます？あっちゃんはちょっと囚人服を着てる。私ね、すごい下手くそなんですよ。あっちゃんやばいじゃん。いや、すっごい下手くそなんです。目が時計みたいになってる。9時と3時になってる。まあでも、まあまあ、いけてます。まあ、まだちょっとゆっくり。あっちゃんちょっと保留。え、保留ですか。時計ちゃんだもん、時計ちゃん。時計ちゃん乳首あるよね。じゃ違う、ごめんなさい、なんかちょっと下手すぎて。あ、誰かこれ最後乳首出したでしょ、これ。出します。乳首は狙った。さくらこちゃん、あの、もうどうしようと思って、うん、そうね、なんかそう、全然面白くなかったんですよ、見たら分かると思って。消した消した。まあ、ノリついてるわ。コメント欄でここにノリがついてる。頭にノリついてる。ただ、ちゃんと五輪マークは覚えてたんだね、そこね。いや、私絶対書けんだろ、こんなのって思った。私も思った。で、問題の2人ですよ。この二人やばい。何がやばいって、もうその資格でもないっていう。ちょっと似てる。どうしたの、ここ二人。いや、青に言われたくないよ。ずるいもんだって。これでないからね。黒で書いてもこれだわ。ビッグチキン。まずさ、まずさ、まさなさんがブツブツなのもあるんけど、うん、カンニングした？してない。見えてないもんだって。見せて見せて。一緒じゃん。いや、何が一番やばいって、さなさんのやつ五輪なのに七輪になってるのが一番やばいから。一番やばいから。こう丸しかもう手を振らないで。これはやばい。これやばいですか。なんか目は日本国旗ですか。違います。目はどれですか。これですか。
違いますよ、これだよ。日本国旗で日の丸だったの。なんか四角もあったなと思って足したの。そしたら僕なくったから、なんかなんかでも丸が入って、でもシャナさんが一番丸いわ、やばい。いやいや、あんま変わんない。私だって実際に2020って書いてあるし、ほら、そうね、目が一緒、目が一緒だもん、目が。目は一緒じゃない。目は一緒。目一緒だ。目覚えてましたね。この頭の間のこのなんか帽子みたいなやつは何なの？帽子なんか帽子となんか下から出てたなと思って。何書いてたの？何で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 ？まあ、今回この、ね、会場に来ていただいたお客様と見ていただいた視聴者の方の表で、うん、一番個性的すぎた人をちょっと選んでみて、あ、ごめん、ちょっとお題とか書かなくていいから、へったくそな人を選んでもらいたくて。でも、こんな個性的な人たちに個性的な人を選んでやだなということで、あのコメント欄に、お一人ちょっとね、選んでいただいて、もうこういったでは、アウトだよっていうのを、はい、選んで帰ってください。で、会場の方はちょっと表を取ろうかな。じゃあ、あの安全牌からいきますか。はい、じゃあ石田さんの絵が一番下手くそだったと思う方。ないですね。もういいじゃないですか、はい、そのツートップの。あ、じゃあツートップでいいか。時間ないからいいか。うん、ツートップのあれで。じゃあ、あっちゃんと桜子ちゃん、OK？ OK ですか？ OK、お願いします。桜子もやばいって。じゃあ2択でいいですか。理想の一応四角、はい、四角が入ってますからね、一応。私も四角だよ。私も四角入ってるよ。やばいですよ、そんな四角入ってます。あのセーフです。あれだよね、ゾゾタウンの回し物でもないよね。ゾゾタウンのスーツじゃないよね。ゾゾスーツじゃない。ゾゾスーツじゃないよ。じゃあお金もらってない、大丈夫？なんかあのこれ個性、このさっきの選択肢の中に筆子さんの顔も入ってます。入ってる私も。あ、いや、一票入っちゃった。一票入っちゃった。一票入っちゃった。筆子ちゃんですね。ちなみにこれ、あの一番下手くそ私に罰ゲームがあるんで、じゃあ入れないでください。あの、これも票欲しがってもいいんですけど、罰ゲームあるんで、ね、票は欲しいけど、それはちょっといいかな。はい、はい、お願いします。ということで、じゃあちょっと二択にさせていただいて、よかった。はい、どっちから行こうかな。じゃあ、風間ちゃんから行こうか。はい、風間から行きましょう。じゃあ、ラムズ、風間ちゃんの絵が一番下手くそと思う方、手を挙げてください。挙手お願いします。せーの。あ、みんな殺されてる。なるほど、はい、あのコメントの方はぜひコメントでくださいね。では、芸歴お化けサラちゃんの、まだ分かんないです、まだ分かんないです、まだ分かんないです。芸歴22年サラちゃんの絵が一番下手くそと思う方、せーの。うわぁ、満場一致。はい、満場一致です。すごい、こんなに票が入ることない。あの、どうしましょう。大丈夫です、これが、あ、やばい、まあ、これが2位かと思って。あ、江ノ島行きます。江ノ島行きましょう。まあ、輪っかを2つ増やしちゃったから。あなたたちのせいで、私は今夜の熱いシャワーを浴びるんだけど。あなたたちのせいだからね。はい、ということで、残念ながら、サナちゃんが一番下手くそ。ということで、一番ね、名誉ある第1位を獲得されました、サナおば様にはですね。ちょっと変わった。サナおば様、コメントでサナおばっていい、コメントに引っ張られちゃってます。いや、だってほら、お化けとおばさんがかかってるって素晴らしいなって。ほんとだ、バカ野郎。バカ野郎。これはすごいです。はい、ということで、サナさんに今回やっていただく罰ゲームは、はい、キス顔をみんなに似顔絵で描かれる。うわぁ、消すの、ちょっとで消すの、ただのみんなのご褒美じゃん。すごいです。ご褒美だった。ありますか、大丈夫ですか。あの、サラさんには今から、ね、あ、これ消せなくて大丈夫ですか。あれが欲しいです。これ消したいです。はい、ということで、今からですね、はい、これあの、よかったらあの、ツイッターのプロフィール写真見てください。アイコンですか。消えちゃう、フォロワーが。大丈夫、上のバナーの方でいい。できないよ。ということで、皆さん、今からさあちゃんがあちらのカメラに向かってキス顔をしますので、うちらは画面を見て書きましょうかね。あ、かわいい、はい、女だ。じゃあ、かわいい、かわいい、かわいい、チューして。好きになっちゃったんだけど。さあ、書きますよ。あー、どうしよう。はい、これちゃんと書いていいんですからね。やばい、手盛りさん思い出した。
1ポイント。ハンバーガーのピザなの？ピザもアメリカのじゃない。はい、あ、ピザありますね。ピザってイタリア料理じゃないの？そうだ、イタリア料理。確かに、ごめんなさい。じゃあ次行きましょう。すごく怖い言い方が、すごい賢者口調なの。今度行きましょう。すごいバカにされた。なるほど、じゃあ行きます。はい、次の質問はこちらです。はい、カメラを上げていきましょう、はい、ジャニーズといえば、いや1個よ1個、ジャニーズといえば、まあ、世代にもよりますよね。でも世代によるね。でもですよ。でも、ジャニーズといえば、もうこれどうするの。1個だ、1個。1択です。1択。じゃあもう私2択なんですけど、無駄にしとこう。だからあれだ、今いるのかいないのかってことだよね。その辺が難しいよね。何、怖い。いや、いいんだよね。そうなんですよ。どういうことですか。あ、そっか、あれしかない。これからを背負うものかっていう、うん、行きましょう。はい、行きましょう。せーの、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。大丈夫です、大丈夫です。行きましょう。はい、せーの、ブイシェイク。お、嵐。バラついたね。私と風間さんが嵐。そういうことなのか。で、キムタクスマップはワンペアにしますか。一緒ですか。ジャニーさんって書いちゃった。ジャニーさんも一緒。ジャニーさんはタッキーがセットなんで、ワンペアワンペアで、スマップキムタク、どうでしょう、天の声さん。そっか、オッケー。なし、あり、なし。どれスマ、ふでこちゃんとさなちゃん、スマップ一緒ってことは、さくらこちゃんと石田ちゃんはペアなしということなので、それが皆さん、私近藤雅彦かジャニーさんだと思ったのすごい、ね、一番わかりないかな。私は V6 さんの大ファンだから裏切るわけにはいきません。じゃあブルドッグって書けばよかったな。はい、じゃあ行きます。次のお題はこちらです。はい、若者の街といえば、もうこれはといえば、はい、これどっち、いつの時代も、これ本当にいつの時代もで大丈夫。時代もね、一個しかないよ。一個しかない。今ナウじゃないですよね。怖い、何やだ、怖い、どっち1個だよ、1個。え、そっちでいいかな。え、わかんない。おばさんと思われる。でも待って、おばさんと思われるかもしれない。年齢も低いの、こっちだと思う。あれ、まあ、一回も
いいですか、うん、カレーライス。なんか若い声からもう若い声で、okay、 はい、はい、いきましょう、せーの、フォアグラー。これ割れたね、綺麗に割れた。サナさんと一緒、まずフカヒレさん、フカヒレさんでフォアグラが3でキャビアが2ということは、キャビアの方が少数派なので、よかった、フォアグラ、フカヒレの3人が OK で、キャビアのお二人が点数入らないと思うので、サナちゃんと桜井さん以外に入ります。イエーイ、はい、だどんどんすごいね、いつの間にか桃裏の汗が、はい、確かに、はい、じゃあまだいけるかな、いきましょう か、 あと1個いきましょうか、じゃあね、フカヒレ出てこない、はい、はい、なるほど、フカヒレとファミア、ちょっと続きます。次のお題こちらです。ファミレスといえば、うわやだー、え、もうこれはもうね、ファミレスといえば、まあ、定番ですよね、これはもう、どっち、いや、元祖、あれちょっと待って、名前が出てこない、どうしよう、どっち、私もです、今名前が出てこない、あのこれさ、日テレファミレスばっかりだね、昨日も言ったんです、私高級のとこ行ってた、あれ、なんだ、名前、あれ、名前出てこない、もう出てこない、これどうやって、名前出てこないことあります、あ、でも、なんか、間違えそうだから、あっちにしとこうかな、名前出てこないことある、 CM とかいっぱい流れてる、どっちにしよう、どうしよう、どうしよう、裏を書いてこっちにしよう、ね、絶対あれだよね、いや多分同じだと思うんですけど、裏を、ファミレスか、あ、やべ、ファミレスか、私コンビニ書いてた、ファミレス、待って、名前出てこない、え、どっちがいいんだろう、どっちファミレスか、もうやだ、情けない、本当に情けない、自分が行く方にしよう、A 出てるのに、じゃ裏を書いてこっち、看板は出てんの、看板出てます、でもこれね、いつもね、3、あ、出ました、いける、いや、もう妥協だよ、少々お待ちください、はいはい、いきますよ、え、ちょっと待ってください、コンビニ行くよ、コンビニ行くよ、違うかな、違うか、私もちょっとどっちかなと思ってる、やばいやばいやばい、行きましょう、はい、リリいい、はい、行きましょう、せーの、ザイゼリ、え、ちょっと待って、これさ、迷ったんです、サイゼリアだよね、あー、まあ、やサイゼリアじゃないですか、どっち、やや、みんなで、あったっけ、サイゼリアじゃない、サイゼリアですよね、なんか書くときやじゃないですか、サイゼリアですよ、私もや、やこれさ、迷ってさ、でも迷った人全員あで書いてあるあ、はい、あですよ、どっち、全員間違ってるよ、サイゼリア、奇跡的に、まあいいか、サイゼはでも多いから大丈夫だよ、いいのね、一緒だもん、書いてること、で、大丈夫、で、ガストが2人で、あ、私もサイゼリアなの、私も気持ちはサイゼリアなの、だけどどうしても出てこないの、名前が昔バイトしてそうだよね、いや、してないわしてないよ、あの、可愛い制服に憧れたまあ、確かに、おっぱい大きく見えるから、こうだはい、ということで、ここまで、いや、サイゼリア、サイゼリア、いや、いやじゃない、いや、いやです、いやじゃない、やったと思ってたら、いやなんだ、私もだと思う、でも、やか、本当、サイゼリア、あ、いやなんだ、言うときはサイゼリアですよね、うん、なんでこんなにみんな間違ったんですかね、サイゼリア、ね、いや、もう怪しいから迷ったけど、こんだけみんなアだと思ってるって、いや、すごいですよね、ゼリア、でも確かに時代見たときはあれって思いますよね、そうそうそう、いや、サイゼって言うからじゃないですか、みんな、そうそうそう、私ゼリアって言うから、はい、じゃあゼリアって言うゼリアって言うゼリアって言うということで、一番票が入ってなかった人が罰ゲームとなりますので、いきますよ、結果はこちらです、よいしょ、ふでこ4ポイント、さくらこちゃん3ポイント、風間5ポイント、石田ちゃん4ポイント、ラリルちゃん4ポイント、あっちゃん4ポイント、さなちゃん3ポイント、私4ポイントということは、さくらこちゃん、さなちゃんが3ポイントずつで、ドローでございますね。これどうやって決着しますか、じゃんけん、はい、じゃんけんが、じゃんけんで負けた方が、一回やってるから。どうもありがとう、なるほど、じゃあ、剣の声の設定で、先ほどサナさんが一度罰ゲームをなさってらっしゃいますので、ね、これ以上と江ノ島のことが止まらないので、桜子ちゃん罰ゲーム、イエーイ、では、桜子ちゃんにはですね、何の罰ゲーム、え、シンクロ、黒黒ということで、こちらを食べていただきます、何何、はい、キャビア、キャビア、黒ニンニク、うわ、臭い、ね、臭い、はい、あ、じゃあね、あの皮むいていいからね、まあ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 よ、まあ、でも体にはいいから、一番体の健康気使わなくていい人に、あ、まあまあ、そう、はい、誰も喋ってくれなくなる、やばい、大丈夫、それで告白すればいいから、でも、はい、あ、むいたらもう、うわ、真っ黒、うわ、真剣に、全く関係ない。
ここにベーシャルさんほら。ベーシャルさん。本当になる本当になる。ハジやって。なんで頑張って。キスミ。あ、おー、飲み込んだ。すごい。素晴らしい。あ、でもすっごい匂いね。本当にまずい。結構臭い。サラちゃんが臭い。うわー。はい、以上、企画のコーナーでした。イエーイ。はい、ということでちょっとエンジンが目に触れてしまったので、急いで告知がある方。はいはいはい、じゃあ桜子ちゃん。はい、こんにちは。はい。あ、ちょっと喋りたくないな。私来月から舞台に出るんです。先月初めて舞台に出たんですけど、その時ちょっと漫才やる役で演技をしなかったんですけど、次来月は演技するので初めて、ぜひ来てください、はい、出ますかね画像が、はい、ババンとちょっと、はい、大塚ドリームシアターというところでやるので、はい、詳しい日程、いや、ドリームってやつで、はい、詳しい日程はじゃあツイッターとかで見てもらいましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、多分出てるんだと思うんだけど、まずい。はい、じゃあ飾らせた、はい、行きましょうか。はい、はい、じゃあラムジーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今週の日曜日28日に六本木にございます妙禅寺というお寺で、丸1日12時から9時まで妙禅寺コメディフェスというお笑いライブもあり、いろんな催し物ありのフェスをやります。じゃあラムズが13時から21時までなんですけど、13時から21時の全部のステージの MC をやりますので、すごい、1日通して全部の MC やらせてもらいますので、よかったらぜひとも来てください。お願いします。みてこちゃんじゃ、はい、8月の3日に、阿佐ヶ谷の、産業商工会のところで、はい、会館の和室っていうところで、あのバカよあなたはの新藤さんと対マンの1対1のトークライブ35分間あって、これの一部なんですよ私、あのもう1日かけていろんな人芸人とやるんですけど、それ一部で、あの一部が11時から、もう早い、午前の健康的。そうで、あの私前回の時にお客さん 2,3 人しかいなかったから、ちょ今回ちょっと頑張りたいので、はい、ぜひ、うん、ちょっとでも興味ある人はぜひ来てください。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ30秒でお願いします。いいです、私は。いいの？あのじゃあ水谷豊さん監督の、引き逃げ最高の最悪な日っていう映画のにちょっと出てます。5秒間ありますので、5秒間で DVD にリリースされますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。画面が止まっちゃってるんだ。なるほど、ごめんなさいね。はい、ニコ生の方が止まっちゃってみたいですが、ごめんなさい。あとですね、あのてっぺんハニーというライブ、この番組がてっぺんという中野で13年続くライブの、あの提供なんですけれども、そちらの女芸人のライブてっぺんハニーが8月の16日金曜日にあります。夜7時から料金1500円となっております。高野芸能小劇場終わりの聖地でありますので、ぜひこの中からもたくさん出ますので見に来てください。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、最後ちょっとねコメントも読めず、そして初登場の方、さなちゃんとふるこちゃん、はい、とさくらこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。また楽しかった。はい、あっという間の時間でしたけど、ね、さくらこちゃんはちょっとあの今度息綺麗な状態ですよね。ありがとうございました。